鈴木治が暴露。平野章のスター性を認めたその驚くべき理由番組裏話。ナンバーアンダーライン愛の素顔とは後藤達也 vs 鈴木治の対談で明かされた衝撃の真相。鈴木治さんは、長年にわたりエンターテイメント業界で多くのタレントと共に仕事してきた人物です。その豊富な経験から、 彼が語る言葉には重みがあります。最近、彼は平野翔君について言及し、彼のスター性は半端ないと絶賛しました。さらに、ナンバーアンダーラインアイの楽曲も素晴らしいとコメントしています。このコメントは、多くの人々に大きな興奮をもたらしました。なぜなら、ナンバーアンダーラインアイは世界最大級のフェスに出演し、 平野翔君くんはハイブラのアンバサダーとして活躍し、複数の CM に出演しています。その CM は現在、8社もあり、彼は CM 界の王者になるかもしれません。彼は本当にスターです。おさむさんは以前、キンプリの対処報道を見て、この本を出すことを決めたと語っています。彼はおそらく、業界の内情に詳しいのでしょう。 そのような方がナンバーアンダーライン愛に期待していることは非常に意義深いことです。彼が平野翔のスター性を認めてくれていることは彼のファンにとっても嬉しいニュースです。私も最近鈴木治さんの概録を見ていました。その番組も非常に興味深いものでした。彼がナンバーアンダーライン愛に期待しているという話はとても嬉しいです。 このようなサポートは、彼らの活動にとって非常に大きな励みになるでしょう。すべてのエピソードを見終わった後、私はスマップファンからキンプリ、そしてナンバーアンダーラインアイファンになったことについて考えました。私は、大好きなスマップが特別であると認める鈴木治さんが、平野翔に期待しているというコメントに胸が熱くなりました。 鈴木おさむさんも大好きですが、私たちとしては、彼らがお互いに良い関係にあるということを嬉しく思います。彼らが一緒に仕事をする機会があれば、それは本当に素晴らしいことだと思います。しかし、私は考え込んでしまいます。TBS プロデューサーからの批判や攻撃に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはどのような気持ちで耳を傾けていたのでしょうか 権力者からそんな言葉を浴びせられることは、彼らにとってどんな意味を持つのでしょうかしかし、過去にはこのような攻撃によって、アーティストのキャリアが台無しになることもありました。しかし、平野翔の輝くスター性は無視することはできません。彼のさらなる成功に期待する声が多いです。このコメントが示すように、平野翔君はまさにスターの素質を秘めているようです。 彼が所属するナンバーアンダーライン愛も世界最大級のフェスに出場したり、ハイブラのアンバサダーやパートナーシップを結んだりと大きな成功を収めています。さらに、平野翔くんは現在8つの CM に出演しており、CM 界でもトップクラスの人気を誇っています。これだけの実績を持つ彼は、まさに今後のスーパースターの候補ですね。 おさむさんがこのようにナンバーアンダーライン愛に期待しているというのは、彼らの才能や可能性を認めている証拠です。かつておさむさんがスマップというグループを育て上げ、特別な存在として認めたように、今回も新たな才能に目を向けているのですね。一方で、この話題には何かしらのドラマがあるようにも感じます。おさむさんがこの本を出版するきっかけとなった。 キンプリの対処報道や彼らとの関係性について、どのような事実が隠されているのでしょうか。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが権力者から非難を受けた際、彼らはどのような気持ちで受け止めたのでしょうか。一昔前であれば、このような状況で完全に抹殺されていた可能性もありますが、平野翔くんの輝くスター性を無視することはできないでしょう。 彼のこれからの活躍に期待が高まります。鈴木治さんは、キングプリンスの所属事務所からの対処報道を受けて、この本を出版することを決意したと前述したことがあります。彼は業界の裏側に精通している人物でしょうから、彼がナンバーアンダーライン愛に期待していることは非常に意義深いものと言えます。彼の平野賞への賞賛は、 そのスター性が本物であることを示しています。鈴木治さんの番組を視聴中の方も多いことでしょう。彼がナンバーアンダーライン愛に期待していることを聞いて、喜びを感じる人も多いでしょう。それを確認すると、私たちも彼らの才能を称賛し、彼らの成功を応援したくなりますね。私もそうです。スマップから時を経て、 キングプリンス、そしてナンバーアンダーライン愛のファンになったのは偶然ではありません。大好きなスマップの一員として認められることが、彼らの才能をさらに特別なものにしてくれます。鈴木治さんがナンバーアンダーライン愛平野章に期待しているという言葉は、心に響くものでした。そして、鈴木むさんが大好きなのも私です。両思いですね。 彼と一緒に働けたら、とても幸せです。ただ、TBS プロデューサーによる彼らへの批判は気になります。彼らはどのように感じているのでしょうか権力者からの非難は過去には抹殺されていたかもしれませんが、今や彼らの輝くスター性は無視できません。彼らの今後の活躍に期待したいですね。このエピソードから学ぶべき点はたくさんあります。 一人のスターが生まれることは、業界やファンにとっても重要な出来事です。そして、ナンバーアンダーラインアイには期待しています。彼らの楽曲は本当に素晴らしいですし、彼らの成功を願わずにはいられません。鈴木治さんやファンの方々からの応援の声に、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはどのような気持ちでいられているのでしょうか。彼らの活動や人生において、 どのような変化が訪れるのでしょうかこれからも彼らの活躍に注目していきたいと思います。皆さんは、平野翔君くんやナンバーアンダーライン愛についてどのような印象を持っていますか彼らのこれからの活動に期待していますかそれとも、何か新しい発見や興味深いエピソードがあれば教えてください。 私は変化するためには一人のスターが現れることが必要だと考えています。そして、その一人が平野章であり、ナンバーアンダーラインアイにも期待しています。彼らの音楽が素晴らしいことは間違いありません。これからも彼らの活躍を楽しみにしています。皆さんにも鈴木おさむさんの言葉やナンバーアンダーラインアイの活動に注目してほしいです。 彼らは本当に素晴らしい才能を持っています。